ローエングラム公の解明政策を支持する帝国の民衆はゴールデンバウム家や門ツ貴族を憎むのと同様に自由惑星同盟を憎むようになるするとローエングラム公は故意に皇帝を逃がしたというわけですか十分にありうることだねそれにしても旧門ツ貴族の残党に皇帝誘拐を成功させるだけの力が残っているとは思えない 皇帝が同盟に亡命する際このイゼルローン回廊を通っていない以上フェザーンがこの一件に絡んでいると考えたんはよくわかるか <laughs> いや更に言えばローエングラム公とフェザーンが手を組んだと考えた方が表面に現れた事象の説明がつきやすいのではないか。